2016年7月の MVP。 7月度の MVP 候補は、入店2ヶ月という短期間で店舗に貢献したアップトゥーユー、ソラ。高い水準で安定した結果を残し、新人育成にも取り組んだドキドキゴープログレスファースト、乱太郎大輝。積極的に日々の営業に取り組み、自己最高売上を出したスペードセナ。入店4ヶ月で売上、組数ともに自己最高の結果を残したドキドキゴーファーストソラ。自己最高売上を更新し、新人育成にも取り組んだラブホリックシュン。売上、送り、リピートと全ての数字を伸ばしたワッツアップヤマト。自身の昇格イベントを成功させ、自己最高売上を更新したドキドキゴーセカンド、アリアストール。この候補の中から7月の MVP に輝いたのは、